ハロー。2020年12月20日。先生、先生はもう授業をしません。これ。今思うと大人のくせにヤバくねえか。これ社会人としてあかんよな。仕事放り出して給料もらえるとかええ身分よな。こんなんが当たり前の職業、他にあるんかな。他の仕事じゃ絶対に許されないよな。コンビニのバイトでも、客が謝るまでレジ開けませんとか言わんやろ。人に教える立場がなんしてんねや。それも含めて業務なんやで。業務放棄だろ。Y の暮らしそれで家帰ったわ。あのワクワク感は年一で体験したい。自分で選んだ仕事くらいしっかりこなしてほしい。切れて職員室に帰る小学校の教師って社会人になった今思えばガチの無能だったわ。小学生が気を使って呼びに行かないといけないとか大人として根本的にダメやろ。今考えるといい年こいた大人がダサいよな。やっぱ教師ってバカだわ。教師ってやべえやつしかおらんからな。自分が社会人になって学校教師と接するとわかるわ。あいつらはろくな社会経験せずにそのまま学校という閉鎖空間の教師になるから感覚がずれてるんだよ。教師の中でも上下関係あるんだから変わらんだろ。民間企業もやべえやつ多いわ。これ職員室に帰った教師は他の教師からどう見られとるんや。これ気になるわ。帰った時職員室で他の先生になんて説明するんや。教師には定期イベントみたいなもんなんか。のんびりコーヒー飲みながら雑談するだけやぞ。教頭に叱られてるで。ほんで機嫌さらに悪くなる。教育実習の先生来てる時にこのイベント発生して実習生青くなってたわ。こうやって学ばんとな、偉いわ。高校教師はいちいち切れるほどにもやる気ないから中学限定のイベント。小学校だけやったわ。これ卒業式前日にやられて結局なんか変な空気のまま卒業したぜ。クラスの正義マンが職員室に呼びに行こうとするとみんなで全力で止めると。無視して適当にダラダラ過ごすのが正解。誰も謝りに行かなかったら怒りに来たぞ。別の先生、お前たち、何してる？早く謝りに行け。放棄してたら学年主任がブチ切れて現れたな。イベントスルーした時の先生のいつの間にかいる感。Y の担任出て行って誰も呼び込んから逆切れでお前らなんで来んねんって怒りながら授業再開しだしたぞ。今の時代そんなんないやろ。今そんなことしたらツイッターで晒されるやろ。これやられたら親にチクって校長に謝らせるわ。教師さんサイドからすると一度はやってみたいことなんだろか。ブチ切れて職員室戻っても誰もにも言わないんだろ。やべえ奴らやな。お、あれですか。みたいな雰囲気やぞ。くさ。授業時間中に教師不在の教室でなんか起きたらどう責任取るつもりなんやろな。あれで生徒は本当に反省すると思ってるんかな。最終的にどうなったか覚えてないんやけど。頭きた、出てく、までは割と記憶にあるけどその後は全くないから、毎回もう相当グズグズのままなんとなく解決するパターンなんやろな。あれって指導要項とかにあるんか？みんなやっとるよな。全国区のやり方ってことは教育指導要領に書いてあるんだろ。マニュアルに書いてあるとしか思えないわ。台本なしにあんなんやったら職員室で針のむしろやろし。いい子の女の子3人組くらいが謝りに行く。周りはおいおい余計なことすんなって雰囲気になる。Y のとこは学級委員長2人で謝りに行っとったわ。謝りに行くのは特に悪くない学級委員的なやつっていう。教師が職務放棄してるって校長に言いに行くやつこそ有能。女子生徒、私謝りに行ってくる。これ謝るのは良いんだけどさ、なんで先生が出て行った後に謝るわけ？先生が出て行く前に謝ればよくない？最初に謝りに行こうって言い出すやつ絶対委員長タイプの女。謝りに行くとか言うならなぜこの事態になるまで静観してたんだよ。お前も同罪やぞ。クラスのいい子、謝りに行こうよ。こういう雰囲気にさせるやつ嫌いだった。こういうやつは人として正しいけどクラスとして間違ってる。いるよね、周りを出し抜いて自分だけ評価上げようとするやつ。クラス全員で職員室に行くぞ。クラス30人ほどで職員室に押しかけるってなかなか迷惑よな。Y のクラス誰も行かなくてわろた。一回あったわ。先生が顔真っ赤で帰ってきてわろた。自分が当事者じゃない時は結構ワクワクした。素直に授業受けてた Y までなぜか謝りに行く始末。連帯責任とかいう謎理論。大体意味不明な場面でこれやるからな。教育とかしつけとかそういうレベルの問題じゃない。言うほどこんな経験ないんやけど。この展開一回も遭遇したことないんやけどどういう状況でなるん？
日直が黒板を消すの忘れて次の授業の先生が入ってきて黒板見て授業しないで帰っちゃったことがある。問いかけに対して誰も手を挙げないから切れて出て行ったけど、純粋にわからないから挙げてない生徒にはいい迷惑だった。授業中悪ふざけが過ぎて怒るなら俺たちにも一度あったなと思うけど、運動会や合唱コンクールの練習中とかにいきなりスイッチ入るから困惑したわ。誰も行かなかったら放課後全員残って説教だからね、仕方ないね。何もしなくても10分後に戻ってくるぞ。周りキッズばかりだから職場放棄を宣言できるんや。こんなん会社でやったらもう来なくていいよ言われるわ。優等生はい、先生の代わりに教壇に立って授業を進める。お前うるさいから授業やれと言われ、50分科学の授業をやりきった天才いたわ。英雄かっけえ。先生に授業しろって言われて50分ワンクリック詐欺について授業したやつがいた。先生、今日はもう授業しません、職員室帰ります。わい、呼びに行った方がええんやないの。他、バカ、まだ早い、あと30分待つんだ、そうすりゃ授業が潰れる。先生が怒って出てった後に弁当食い出すやつならいた。先生、みんな相談していいよ。生徒、ペチャクチャペチャクチャ。先生、うるせえ。関係ないことまで喋るからだろ。相談は良いけど雑談はいけないってことだろう。にしてもおかしいか。先生、先生はもう授業しません。小学生、ごめんなさい。中学生、はい。高校生、いや、ほう、ほんま今考えたら教師って人間としてゴミだったなって。音楽教師はヤバいのが多かったわ。勝手な印象だけど小学校の教師ほどヤベえやつ多かったわ。こっちが小学生だからわがまま言いたい放題なんだろうな。感触もちわりといたよな。今思うとこっちが気を使う必要もないダメな大人だったんだなとしか思わんが。俺らのようなガキともう30人近く毎日面倒を見て放課しないだけかなりモラルがあったと今なら評価できる。普通の人間が小学校教員なんてできんよ。ロリコンか高層しか無理。ほぼ毎日他人のガキの面倒見続けるって良くも悪くも普通の人間にできることではない。ちょっとでも威圧的になるだけで、親が PTA が世間がな環境で、わがままな年頃のクソガキどもを相手にし続けて発狂しないだけ尊敬するわ。一回り以上年離れたガキが言うこと聞かないとか、そりゃ腹立つよなってのは今思うとわかる。でもあれやると子供もこいつめんどくさいからおとなしくしとこってなるから、管理側からしたら楽やろ。教育者ではないが。むしろこいつ怒らせたら授業なくなるやんけってなるやろ。メンヘラを構ってあげるとどうなるか学ぶ授業や。これ無意味と思いきや社会に出るとこの応用でめんどくさい上司とかの対応ができるので無意味ではなかったんだよね。ライブのアンコール的な茶番だよな。こんなんを大人がやってたと思うとヤバすぎるな。本人らはどんな気持ちでやってたんやろ。今回は先生がキレて教室を出てくイベントスレを紹介したよ。ご視聴ありがとうございました。